になるのかなというふうには予想してますけどね。さあ両チームの選手たちが三協フロンティア柏スタジアムのピッチに登場してきました。前半はアウェーのセレッソ大阪のボールでスタートをします。キックオフの笛が吹かれました。右にエンド黄色と黒を基調としたシャツが5試合連続得点で5試合で8点なんですね。あ、そうですね。いや、これ裏抜けるブルーノ・メンデス、キープをする、キープをして自分で、いや、パスを選択、日尾竹、もう一度パス、ブルーノ・メンデス、早い時間にゲームが動きました。先制アウェイのセレッソ大阪です。日尾竹から来たボールをですね、体の向きはね、ゴール方向に向きながらですね、いいファーストタッチでいいところにボールを受けましたよね、うん、ここ清武もしっかりと3人引きつけて、はい、ブルーノ・メンデスからボールが来ましたけど、またブルーノ・メンデスに戻して、そして使わせてる感じしますもんね、松田もね。大谷から縦へのボール、そして仲間オルンガのシュート、ナイスキーパー、キム・ジンヒョンのセーブです。コース狙っていきました。オルンガ入ってワンタッチでのシュートでしたからね。メサだからオルンガです。オルンガここから振っていく、触らずに見送りましたが、ゴールキックになります。まあ、なんかあんまり慌ててる感じはセレッソはないんですよね。はい、慌てさせてる感じはないんですよね。水丸から瀬川からこのクロスボールを流れていって、仲間のシュートですが、しっかりとキャッチをしています。キム・ジンヒョンです。右サイド高橋俊樹にボールを振ってきました。中は人数いますからね、はい、8人いますから。オルンガの落とし、そしてシュート、あー、ナイスキーパ ー仲間のシュートですが、フラッグ上がりませんでした。ナイスセーブです、キム・ジンヒョン、ね、微妙ですね、今ね。あ、ないかもしれないですね、オフサイドね。キム・ジンヒョンから坂本へ、あ、ここは三つ丸が取りに行った、これ取れた、江坂運ぶ、江坂シュートだ、巻いていきましたが惜しくも右です。遠目から狙っていきました。江坂中の方で、やや中目で、神谷います。江坂も今ボールのところ。後半が始まりました。シーズンは怪我に泣かされてシーズン9試合の出場にとどまりました。フリーキックです。セレッソ京大からのロモシオ、オンゴールか、ゴールインです。追加点になります、セレッソ大阪。いいボールが来ました、清武からというボール、彼の守備になりましたから、まあ多少ねヨニッチに背中押されてるところありますけど、ボールがね非常に質が高かったんでね。神谷からこのボール、仲間に入った、仲間から江坂の落とし、そして瀬川左足でシュート、ナイスキーパー、キム・ジンヒョンです。ボールがね綺麗に江坂が呼んでます。その江坂へ横、高橋俊樹も走ってます。神谷が右にいますが、クロスを入れる、ヘディングシュート、ナイスキーパー、ボヤのヘッドでしたが、キム・ジンヒョンキャッチです。鍵キープ、柿谷が来た、柿谷、そして鈴木、前を向いて左でシュート、枠の左でした。バック、まあ、ウィングバックという形でした、ね、今日の試合先発もあるかななんて思ってましたけど ね、 そうですね、先でねこう触られて入れ替わるシーンって多いですよね。そうなんですよね。柿谷からのボール、ここに西川浮かす、3点目が入りました。代わって入ったばかりの西川もそこを逃さずですね、しっかりキーパー見ながらですね、はい、左足のちょっとアウトサイドですよね、うん、キーパーの頭を越すようなボールでしたけど、あれちょっとスピードを落としてですね、はい、しっかりシュートできる間を作りましたよね、西川ね、うん、選手を獲得して、そして、自分のチームで成長させて、まあ、ある意味多額の移籍金で他のチームへというね、そういった、おっと、あ、ちょっとミスが出てしまった、オルンガ、これで6戦連発、意外な形で点が入りました。ちょっとなんでもないボールでしたけどね。パオルンガは持ってるんですかね。そうですね、
これ狙ってきた。狙いました高木です。そしてここで試合終了の笛が吹かれました。終わってみれば1対3、今季チームとしては初めての1試合3得点という形になったアスレッソ大阪。これで